おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。いやーこれね、 Google マップね、皆さん、知っていると思いますけど、まあ現地のところに車は出たりとか、まあ人とかね、チャリンコかな、まあ360度のカメラで、まあ、走って、道路という道路を走ったりだとか、林道だったりとか、まあ人でしか歩けないところに、まあ人で歩いたりとかしてて、うん、まあ写真というか動画じゃないか、写真か、そういうのやって、まあうんやるっていうで、その中で校舎の中、校舎内の写真があったらしいっていうのがあって、これヤフーかなんかでも問題視されていませんでしたっけ、ヤフーなんかでも出ていたような気がする記事で。でそれが結構問題になったのかな、やっぱりヤフーの、ね、記事になったっていうことは、多分削除はされたはず、されてるはずだと思うんですけど、何の用に必要なのかなと思うし、そもそもその Google の社員だと思うんですよ、社員さんか、まあアルバイトに委託したのかわかんないんですけど、そのね、360度のカメラを背負っている人間がなんで校舎内 を歩けたのかどうかっていうのがすごく気になるし、そもそもその学校自体のその関係者、まあ、校長教頭を含めて、そういう、まあ、広報の先生はいないと思うけど、まあ、そういう教育委員会の人なんかもそうだと思うんだけど、その人たちが許可できしたのかどうかだよね、うん、今さ、もう外から、まあ、本当に昭和の中頃のね、小学校なんてもう知らない人でも中に、校舎の中に入ってた入ってて、まあ廃科じゃないけど、まあ先生に用があるっつって、まあね、中に入ってくる人も多かったっていうし、うちなんかもう、そうそう、その玄関のね、ところに名前書いておけば、全然中に入れると、全然入れるっていうか、名前を書いて、その、玄関の、なんだろう、管理人室みたいなところに行けば、まあ面通しっていうかね、まあ職場人さんに顔を出してっていうことを、それはまあ中に入ってたにしてたんですけど、まあもちろんね、ちゃんとその、なんだろう、学校への取材だったりだとか、まあ YouTube なんかでも、一応ね、面通しっていうか、まあ話をつけて、学校にね、話をつけて、まあ、学校の中を問いたいですという話をすれば、まあ、大丈夫だと思うんですけど、隠しカメラのようにやってね、まあ、やるっていうのもどうかなと思うし、うん。ね、なんかどうやって通ってたんだろう。あのまま、その、なんかよくわかんない、ね、靴をつけて、その、歩いて行ったのか。それだったらまずいよね。その学校自体の、なんだろう、生徒がいる時に撮ったのかどうかも、ちょっと気になるし。名誉毀損じゃないけど、なんかそういうので訴えられたら、Google もなんか、ね、やばそうだよね。和解金みたいなので、お金払いそうな感じがするし。で、まあね、やっぱり Google マップの何傷がつくじゃないけど、こういうことをするんだって、いうことで、まあね、名誉がなくなる、名誉がなくなるっていうか、信用度がなくなってしまうし、うん。でそうなると誰かが言ってたな、コメントかなんかで、
空き巣とかね、そういうのも、まあ、学校を狙ってる人がいると思うんですよ。重要なね、ものが、書類とかあると思うし、そのない、子供っていうか、まあ、生徒の、まあ、内申書だったりだとか、家族構成なんかも書かれてる書類がね、あったりとかしてて、で、そこで、まあ、変な話さ、職員室の中まで入って、だとしてたら、どこら辺にそういう書類があるっていうのが分かっちゃう部分があると思うんですよ。で、まあ、校長室の中にもね、まあ、もちろんそういうの重要書類も置いとく場所もあると思うんだけど、まあそれでもね、全部そこにあるわけではなく、職員室の方にもあるだろうし、まあね、学校外のところにも、学校外っていうか学校の敷地内だけど別のところにあったりとかするだろうし、うん、どうなんだろうね。消されたのかな。まあ消されるを、ね、いないよね、うん、どうやって撮ったのかっていうのを明らかにしないといけないし、うん、気になるところではある。今ね、もう本当に連絡先とかもう書かなきゃいけないし、名前も書かなきゃいけないし、まあ変な話、前もってその予約じゃないけど連絡しないと入れないとかね、うん、っていうのもあるし、大変だと思います。皆さんどうでしょうか、どう思いでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。